ウルトラ着地が来た。うえはい、ありがとうございます。サシブです。まさかまさかの新情報5つでございます。スクープだ。新しいスペシャルウェポン、ウルトラ着地が登場することが判明したぞ。ハイカラスクエアで使われていたスペシャルウェポンの改造品だ。生み出した2つの巨大なインクの拳とともに空中に飛び上がり、力を地面に叩きつけて最大3つの爆発を起こすぞ。爆発の中心から離れると受けるダメージは減るが、2つ以上の爆発が重なっている部分はダメージも重なる危険ゾーンだ。なんとサプライズで新しいスペシャルがご登場です。スプラ2の最弱スペシャル、スーパー着地がめちゃめちゃ強化されて帰ってきました。発動後、高く飛び上がると同時に前方2箇所からインクの拳を作り出し、自分の手と合わせて3つの拳で強力な爆発を起こすスペシャルです。スプラ3の3にちなんで3つの拳になっています。発動直後は高く飛び上がるのみで、ナイス玉のようにアーマーがないため攻撃されればデスしてしまいますが、インクの拳はデスしても消えることなく爆発するため、近接戦闘でウルトラ着地を発動した場合、悪くてもアイコにしかなりません。これが強いです。また前方にインクの拳を出すため、敵視点イカ本体を攻撃するためには奥まで進んで殴らないといけません。ウルトラ着地を狩ろうと思ったらだいぶリスクを背負うことになります。安全な選択を取るなら距離を取って引くしかないのですが、いかんせん範囲が広いため結構逃げないといけないんですよね。これガチルールの前線でやられたらだいぶカウント進められて強そうです。いやいや、リッターとかチャージャーがいればどうせ遠くから楽に狩れるでしょうと思うかもしれませんが、インクの拳がダミーの役割を果たしていて、イカ本体を攻撃したと思ったら拳の方だったという事故も起こるはずです。インクの拳にも判定はあるため、攻撃できれば破壊することができ、爆発の数を減らすことはできますが、直接キルに繋がらないのは強いポイントですね。またスーパージャンプ中に使用することもでき、この際は3つの爆発を起こすのではなく、着地時に大きな爆発を起こす仕様になっています。この範囲もかなり広いため、味方のカバーに駆けつけたり、矢倉を押し込んだり、いろんな場面で使えそうです。まあいろいろ言いましたが、とにかくスプラ2の頃の不満点はだいぶ解消されていそうです。着地狩りにリスクがつくようになりましたし、長射程で狩ろうとしてもインクの拳が邪魔で狙いにくいです。使ってる側がストレスを感じるような悲しいスペシャルではなくなったと思うので、ぜひ皆さんもウルトラ着地で気持ちよくなってください。てかマジでサムライドよくね。続いてこちら、これはスプラマニューバーコラボ。スプラマニューバーがギアブランドのエンペリーとコラボしたモデルだ。得意のスライドの機動力とサブウェポンのカーリングボムを生かして防衛線を切り裂き、相手の懐でスペシャルウェポンのウルトラ着地をお見舞いしよう。ジェットパックついてこれーと言われていたマニコラですが、新しいスペシャルのウルトラ着地が搭載されました。個人的には結構相性いいと思います。カーリングボムやスライドで敵陣まで移動できますし、ウルトラ着地は発動さえできれば自分がデスしてもインクの拳で殴れます。でもデス前提じゃさすがに弱くねと思うかもしれませんが、ギアパワー復活時間短縮はデスするまでにキルできなかったら効果が発動します。仮にウルトラ着地発動後に狩られてデスし、残ったインクの拳でキルが取れたとしましょう。要するにアイコの状況ですが、自分がデスした後のキルなら復活時間は短くなります。つまりキルデス数はアイコになりますが、復活時間ではこちらが有利になるというわけですね。うざーいで有名なクワッドホッパーもゾンビ型が流行っていますが、ゾンビマニコラも結構流行ると思います。器用な立ち回りができて強いのは9番ボム、カニタンクの無印だと思いますが、スプラマニューバーコラボも面白くていいと思います。お次はこちら、これはホットブラスターカスタム。ホットブラスターを純正パーツでカスタムしたモデルだ。サブウェポンのポイントセンサーで相手の位置を把握し、メインウェポンの爆発で相手を追い詰めよう。複数の相手にダメージを与えたらスペシャルウェポンのウルトラ着地で一網打尽だ。こっちに関しては何とも言えないです。無印もロボットボムで索敵できるためサブが少し似ています。大きな違いはスペシャルになるわけですが、ホットブラスターとグレートバリアの相性が良く、ウルトラ着地がそれを超えられるのかは謎です。ウルトラ着地で爆風当ててメインで刈り取るとか、それっぽいコンボはできそうなので実装後に期待ですね。守りのバリア、攻めの着地でスタイルによって使い分けができるのはいいと思います。新情報あと2つです。ナワバトラーにも新たなスペシャルウェポンが登場だ。広範囲に展開できる墨流しと3つの拳をまとめて叩き込むウルトラ着地をデッキに取り入れ、ライバルに差をつけよう。なお今シーズンで追加される武器も全てカード化されるぞ。
恒例の縄バトラー追加です。これもランクマッチあったらよかったのになーんと密かに思ってます。個人的には縄バトラー面白くて好きです。最後はイベントマッチについてなんですが、シーズン6から仕様が変わりまして、開催される時間帯が3つから6つに増えます。今まで昼、夜、早朝の3つしかなかったので、これはシンプルにありがたいですね。改造ガチホコや武器支配など人気のイベントマッチはこれからも復刻すると思うので、ぜひ遊びましょう。というわけでいかがでしたでしょうか。新しいスペシャルをここまで温存していたのは本当にすごいですね。びっくりしました。前々からウロトラ着地来るんじゃないと言っていたのが本当に来たことにも驚きです。シーズン6の新情報は本日で終わり、明日はバランス調整内容の発表、明後日は更新データ配信、そして12月1日金曜日からシーズン6開幕となります。ビッグランも控えていますし、明日以降も引き続き動画投稿していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録して楽しみにお待ちください。また今日の新情報の初見の様子をまとめておきましたので、もしよかったらそちらもご覧ください。また皆さんと一緒に新情報を見る配信やりたいと思いますので、来れなかった方は次の機会に来てください。それでは初見の様子どうぞ。まだ来ないよ。もう来んじゃない？おい、来た。なにこれ、ちょっと待って。待って、ハイカラスクエアで使われていたスペシャルウェポンの改造品だ。生み出した2つの巨大なインクの、かっこよ。ちょっと待って。これはサプライズ来たね。これはすごいぞ、ちょっと。サプライズすぎん？なにこれ。じゃあマニコラとさ、ホッカスにこれがつくってことでしょ？サプライズすぎん？やばくないこれ。バカかっこいいんだけど。やば！ついに、最弱のスペシャル、強化されて帰ってきた。でも結局さ、これ上に飛び上がってさ、3回、着地が3回だけできるとかだったら、あんま変わんないよ。どう強化すんだろうね。わあ、待って、使用シーン来た。ちょ、これやばい、これやばい。早く使って。画質悪。いけ！ウルト着地。これ普通に着地狩りできんじゃないのこれ。普通に飛び上がってやるだけじゃん。何が変わったのこれ。範囲広。これ大丈夫かな。サメライドより弱くないか、もしかしたら。でもあれかな、これさ。やっぱそうだ、これ今、死んだじゃん。死んだけど拳が残るから、死んでも倒せる。だから近距離武器だと、着地狩りしようとしても絶対アイコになるみたいな。リッターとかから遠くから抜かれたら、多分、ダメだけど、近距離だったらもう発動したら、絶対倒すな。みたいな。絶対アイコまで持っていけるスペシャルって考えたら悪くないのかな。どうなんだろう。いやー、これまあでもサメよりは強そうな雰囲気はある。範囲めっちゃ広そうだしね。これ着地3個分やる。だってこれ、このさ、飛び上がった時も見て、この範囲、今見た、この範囲バカ広くない？これだ、多分味方にスーパージャンプした時だけ拳と、なんだ、自分が一体化してる？この時だけなんか、拳が後から2個落っこってるような感じじゃないもんね。仕様がちょっと違うっぽい。なんかめっちゃコメント来てる。ネギトロのエリアが動いてた、今。何？こんなバカな。ほんまや！ネギトロの、ネギトロのエリア動いとるぞ。動いてるぞ。ガチエリアが動くステージ初めてじゃないこれ。というわけで、今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。みんなありがとうね。アディオース。チャンネル登録よろしく。